東京オリンピック・パラリンピックの延期に伴う追加費用の分担を話し合う会議が都内で開かれ、追加費は全体で2940億円程度となることが示されました。そしてこのうち東京都はおよそ1200億円を負担することになりました。東京都国組織委員会の参加者は、コロナによる影響で延期となった東京2020大会の追加経費の負担について合意をいたしました。新型コロナウイルスの影響で1年延期された東京オリンピック・パラリンピック、延期に伴い競技施設の借り上げや仮設の設備の再整備といった追加経費に加え、コロナ対策も必要となり、関係する国と組織委員会、東京都の負担割合の調整が進められてきました。そして今日、組織委員会の森会長や小池知事、橋本担当大臣が一堂に会した協議会で、新たな費用は追加経費が1980億円、コロナ対策費が960億円で、総額2940億円となることが示され、それぞれの負担額が話し合われました。延期された大会を安心で安全な形で確実に実施するためには、強固な財政基盤が不可欠となります。引き続き経費の抑制削減と収入確保に努めてまいりますので、東京都国におかれましても一層のご支援をいただき、三者で力を合わせ、未曽有のコロナ禍に打ち勝ち、延期という前例のないこの大会を成功させてまいりたいと思います。ございます。これは開催の準備を着実に進めていく上で極めて重要な課題といたしまして、また都民や国民の皆さんに理解、そして共感を得ていく必要もございます。今後も引き続き可能な限り、まず経費の削減を図りながら、安全安心な大会の開催に向けて関係者が一体となって取り組む必要があると存じます。協議の結果、東京都は追加経費で800億円、コロナ対策費で400億円と、合わせて1200億円を負担することになりました。一方、組織委員会は追加経費を1030億円程度、国は追加経費150億円、コロナ対策費560億円の合わせて710億円程度を負担することで合意しました。東京都としましては開催都市であります。その責任を果たしていくということから、今回の合意で1200億円程度の負担をすることといたします。そしてその財源でありますけれども、来年度の予算編成には影響を与えることはありません。昨年度の決算剰余金、そして今年度予算の歳出を削減、精査をするということによって対応していく考えであります。